空間付けの活用です。三英語の定理を利用して円の弦の長さを求めるのと同様に、球を平面で切った切り口の円の直径を求めることができますよと。はい、一番最初にコメントいただきました。1年生のじゅんくんです。3年生の授業なんですよ。実は知ってますかね。まあ1年生の授業は先週の金曜日で終わって、まあ、ちょっと流れ惜しいのでちょっと1年生が遊びに来るのかもしれませんね。今日も授業頑張ってください。無理だね、今日は嫌だね、今日は頑張りたくない。はい、切り口の直径ですね。切り口の直径なんですけど、まあ三英語の定理でね、まあ、こことここの長さが分かれば、ここの長さ分かるじゃないですかね。で、それの2倍ですよね。はい。弦の中心ですから、ちょうど。まあ、これも問題見たら分かると思います。これはもう応用ですから。で、次のこれはですね、ちょっと覚えていただきたい。まあ、これはね、教科書に書いてあるかはちょっと謎ですが、今から勉強してきます。いってらっしゃい。長方形の対角線とその長さ、右の図の直方体で、長方形って言っちゃったね、直方体で AGBHCEDF で全部対角線ですけど、それはいずれもこの直方体の対角線であり、その長さは全て等しいですよと。対角線の長さは等しいです、はい、長方形と捉えればね、縦横高さがそれぞれ ABC の直方体の対角線の長さは、縦の2乗プラス横の2乗プラス高さの2乗のルートですと。これは覚えておいてください。はい、じゃあ早速問題いきたいと思います。右の図のように直径8センチの球を、半径8センチの球を中心 O からの距離が4センチの平面で切りましたよと。で、四角を埋めて切り口の O' の直径AB、 このオレンジ色で今書いてここの線 AB の長さを求めなさいってことで、まず求めるのは AO' ですよね。 AO' を三平方の定理で求めてから、それを2倍するということで AB の長さが分かるということです。はい、もう疲れててテンションで乗り切らないといけない。でテンション上げたいんでね、皆さんちょっとコメントぜひください。三平方の定理より OA' ってこう底辺ね、OA' じゃなかった、斜辺だった。これ OA' っていうのはここの長さね、オレンジ色のここ8センチです。8の2乗ですね。その斜辺の2乗は残り2つの辺の和ですから、残り2つの辺の和ってことで、AO' の2乗プラス OO' の2乗ということで、その今回は AO' が知りたいと。これが分からないわけですから、これは OO'4 なんでね、これ第2種4の2乗です。64イコール AO' の2乗イコール16、あーちゃプラスの16なんで、これを移行したらね、移行してください。移行していい感じにしたら、これ48になりますね。48です。ここ48。で、平方根取ると、まあ、ルートの48ですよね。ルートの48。プラスマイナスルート48だけど、長さなんで、プラスしか取りませんので、プラスの4ルート3です。はい。で、中点ですから、それを2倍したら、今分かったのってのは、ここなのよ。AO' なので、知りたいのは A から B の全部の長さの。だからこれ2倍したら分かるよ。だから4ルート3の2倍で8ルート3っていうことです。はい。四角を埋めて次の問いに答えなさい。右の図の直方体で AB3 センチ、AD5 センチ、DH が4センチであるとき、対角線 BH の長さを求めなさいと。対角線 BH ってどこと言うと思うんで引いときます。 BH ってここの長さですね。はい、流れを言うとですね、この三角形の三平方の定理にしたい。これも90度だからね。でそのためにここの BD っていう長さが知りたいので、 BD っていう長さを知るためにこの3センチ5センチっていうこの三角形、ABD という直角三角形を使ってまず BD の長さを求めます。
BD の長さを求めたら BD の2乗を足す4の2乗イコールこの BH の2乗なんで、これの平方根を取って出すっていう流れです。はい、じゃあちょっと問題に沿ってやっていきます。三角形 BDH、 BDH ってのは BH を斜辺とする直角三角形なので、BH の2乗椅子下がんない姿勢悪くなっちゃう。 BH の2乗イコール BD の2乗プラス DH の2乗言った通りですね。はい、ってなるんで、とりあえず BD の2乗が欲しいんだよっていうところです。で、三角形 ABD 使って BD の2乗イコール AB の2乗3の2乗、で AD の2乗5センチの2乗なんで、サザンが9プラスの25で34ですね。あ、見にく。はい。で、1により BH の2乗は34プラス DH の2乗。うん。はいはい。BH の2乗は、いきますよ。次はこっちの三角形です。次はこっちの三角形。BH の2乗は、ここの2乗はこちらの2乗プラスここの2乗です。こちらの事情は今求めた通り34って分かりました。こっちの事情は16なので16です。はい、なので50です。50で今分かったのは BH の事情が50って分かったので、 BH はルートのプラスマイナス50です。なので BH イコールプラスの5ルート2ってことです。あ、喉痛。一辺が3センチの直方体の対角線の長さを求めなさい。これね、先ほど上でやった通り、縦の2乗プラス横の2乗プラス高さの2乗であるから、求める対角線の長さを X センチとすると、その対角線の長さね、だからその一辺が3センチなんで、立方体って全ての辺が等しいですからね。縦が、一辺の長さが3センチなら縦も横も高さも3センチってことで、3の2乗足す3の2乗足す3の2乗でルートの27って分かります。ルート27は3ルート3ですから、3ルート3と、はい、ということになります。で、やっと1枚目終わったんだよね。これまずいな。まずいっす、まずいっす。今100キロマラソンの12キロぐらいの地点ですか。いきます。右の図のように半径12センチの球を中心 O からの距離が6ルート3の平面で切りました。その時の AB の長さを求めなさいって言ってますので、まずは AO' の長さを求めたいと思います。ここは直角三角形ですから、斜辺である12の2乗イコール残りの2つの長さの2乗ですから、6ルート3の2乗プラス、分からない AO' の2乗ということですね。はい、横に書きますと、12の2乗は144、6ルート3の2乗は 36×3 で、108。今多分 YouTube の、 あの遅延のせいで多分フリーズしてたやと思います。僕の暗算のね、暗算が遅かったってわけじゃないですね。多分ちょっと今フリーズしました、多分。はい、僕の暗算が遅いというわけではありません。 AO' の2乗イコール移行してね、そうすると、さ、36やね。はい、36なんで、AO' の2乗なんで、これどっちも平方根とルート36です。プラスマイナスね。で、長さなんでプラスしか取らなくて、プラスルート36って6なんで6センチって思うじゃん。違います、6センチじゃありません。6センチはあくまでも AO' の長さなんで、 AB はその2倍ですね。こっちも6センチであるはずですから、2倍と12センチ。はい、倍返ししてください。倍返し、はい。で、次2番いきます。右の図の直方体で AB が6センチ、
AD が12センチ、DH が8センチの時、DH が8センチ、はい、であるとき BH の長さを求めなさい。はい、BH の長さを求めるためにはまずですね、この BD の長さを求めないといけません。なぜかって BH の2乗イコール、BD の2乗プラス DH の2乗っていうね、この直角三角形 BDH に、三平方の定理を適用させて求めたいからです。だから BD の長さがまず必要ってことですね。 BD の長さを求めるためには縦の6センチと横の12センチの2乗の和で出てきますので、はい、BD の2乗イコール12の2乗プラス6の2乗ということで144プラスの36イコール180ってことが分かります。BD は、ルートのプラスマイナス180っていうことが分かりますので、まあこれね、ルートをその平方根出す必要はないです。実はこの180のままでいいんです。いいですか、180のままでいいんです。なぜかって言ったらまた三平方の定理適用させるからどうせ2乗にしてるんで2乗のままでいいです。 BD の2乗180のままでいいんです。はい、で続きまして三角形 BDH の三平方の定理使います。斜辺は BH です。はい、直角はここですからね、直角ですからこれ、はい、で、ここの長さの2乗はここの長さの2乗である180とここの長さの2乗である64足したものですから、BH の2乗イコール180プラス64ということで244ということが分かります。ですので BH はプラスマイナスルートの244です。はい、ということで長さなのでプラスしか取りませんから、ルート244はですね2ルート61ですから、答えは2ルート61センチということになります。はい、次いきます。下の図の直方体の対角線の長さを求めなさい。直方体の対角線の長さは、もうこれもあれですよね、直方体の対角線の長さなんで、これ一応言いますよ、一応言いますけど、今上でやったやり方と同じようにまずね、こう直方体の対角線の長さってここの長さ、ここの長さだったりこの長さだったりして全部長さ一緒なんですよ。別にどこでもいいんですよ。今回は一応ねここの長さでしようと思ってます。 BH の長さで やろうと思ってるんですけど、そしたら上と同じですよね。上と同じでまず BD の事情を求めて、この三角形 BDH の直角三角形を使ってまた三平方の定理を使うわけなんですけど、結局これはこの計算をするっていうのは結局縦の2乗プラス横の2乗プラス高さの2乗をルートでくくると、それと同じことやってるんです。はい、これ上でやったやり方っていうのも実はこのね最初の上でやったこのやり方でできるわけ実は。はい、でこれがなんでこんなになるのかってことの説明だっただけで、ちょっと待ってよ、ちょっとなんかびっくりした、もうペンタブ壊れたかな。はい、これで全部出てきます、これで全部出てきます実は。だけどとりあえずちゃんとやりたいって人はね2番のやり方ちゃんとやっといてください。で2番のやり方完全に分かったよって人は今からやる公式を使ったやり方でやってください。はい、BH っていうのは基本的にルートの高さ3センチ、まあ、何でもいいけど横6センチの2乗、縦の2乗、横だったね、もうめんどくさい、もう一回やろう。BH は対角線はその直方体の縦の2乗、横の2乗、そして高さの2乗をルートでくくったもので出てきます。はい、これをすると49になりまして、49は7なんで7です、とこういうふうにできます。だけど上、普通に真面目にやろうと思ったら2番みたいに結構時間かかっちゃいます。だけどそれめんどくさいっていう人はこれで一発でできますので覚えておいてください。これ教科書に書いてあるか分かんないですけどね。はい、じゃあ2番もやります。対角線ね、別に AG でもいいし BH でもいいし DF でもいいし
CE でもいいです。どれも同じです、対角線長さ。どこでもいいんでね、はい、どこでもいいですから。 BH にしましょう。 BH は先ほどと一緒でね、横、縦か、縦の事情、ルート5の事情、ルートが入っても関係ない。横は2だから横の事情、そして高さは5だから5の事情、これを全部ルートにしたものなんで、中身計算すると5プラス4プラス25となって34になります。ルート30、ルート30ってこれ以上隠れないので答えはルート34センチということになります。はい、あ、もちろんこの上の、何回も言いますがこの星マークついている2番のやり方でもできますからね。はい、これはちょっとした裏技やと思ってください。じゃあ4番いきます。AD が4センチ、DH が5センチ、BH が5ルート2である時の AB ですね、縦の長さを知りたいと言ってます。はい、まずこれ、はい、さっき言った通りこの対角線はね、言った通り縦の事情プラス横の事情プラス高さの事情です。ここに当てはめていけばできます。はい、でこれ要するに両辺事情したら BH の事情イコール縦の事情、まあルートが外れるってわけですよね、事情したら。でここに入れていけばいいんです。はい、今回の縦っていうのは今回知りたいやつなんで縦のままにしときましょう。横っていうのはもう分かってる、4センチって分かってるんで4です。高さは5って分かってるんで5って代入してください。で BH っていうのは5ルート2なんで5ルート2って代入してください。そうすると5ルート2の事情イコール縦の事情プラス4の事情プラス5の事情になります。これをいい感じに縦の事情イコールに、まあ、移行してください。まあ移行してください。はい、まあ4の事情プラス5の事情だけね、あの移動させればいいので、5ルート2の事情をマイナス4の事情マイナス5の事情ってことにはことが分かります。なので縦の事情は午後25の50マイナス16マイナス25ということで、9って出てきますね。9だから縦の事情は9ってことが分かるので、縦は両辺に平方根を取ってプラスマイナス3です。で長さはプラスしか取りませんので縦3センチということになります。すみませんね、ちょっと枠の使い方が下手すぎて申し訳ございません。でもやっと3ページ目だからね。次、円錐への活用ってとこですね。右の図のような円錐で底面の半径を R、R、母線の長さを L、高さを H とすると ABO は直角三角形なんで L 事乗イコール R の事乗プラス H 乗が成り立つってことですね。はい、ちょっと発音ばっかり意識して頭入ってこなかった。まあそのままではね、直角三角形の最後の定理です。正四角錐への活用。右の図のような正四角錐で、まあ要するにこういう立体はなんか垂線とか引いた直角ができるから、その2つに母線と底辺のこの対角線の中心をね結んだら直角三角形ができると、うん、ということで三平方の定理使えるねってことを言ってるだけですね。はい、これも見たら分かる通り OAH っていうのは直角三角形ですよね。 OH っていうのは頂点から、底面に向けて引いた垂線ですから、直角で面と交わってるのは当たり前ですからね。はい、OAH ってのは H を90度とする直角三角形ですから、 B の事乗、イコール A の事乗プラス H の事乗ということです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、1番いきます。底面の半径が4センチ、母線の長さが8センチの円錐の高さを求めなさい。円錐の高さわかんないので高さっていうふうにしときましょう。はい、頂点 A から底面に AO を引くと O は底面の円の中心であり、求める高さは AO の長さである。三角形 ABO は、あ、AO ってなってんだ、高さってしなくていいんじゃん、まあどっちでもいいや。ABO っていうのは直角三角形なので AB の事乗イコール AO の事乗プラス BO の事乗、これ分かりますよね。はい、
AB の事情斜辺です。斜辺の事情は底辺の事情プラス、はい間違えました、高さの事情プラス底辺の事情ってことですね。はい、AO の事情ってのはこれを移行したものですよね。はい、AO の事情 BO をこうやって移行してプラひっくり返しただけですから、イコールの右と右辺と左辺をね。なので AB 事情マイナス BO 事情になります。AB の事情ってのは8って問題出てるんで8の事情で、 BO の事情は4センチって書いてるんで4の事情ってなって、 64-16 になりまして48って出てきます。はい、で、これは、まあ、AO の事情が48っつうことを言っとるので、 AO っていうのはプラスマイナスのルート48です。まあ、マイナスは取らないのでプラスの4ルート3ってことです。はい、よって円錐の高さは4ルート3センチということです。はい、続きまして、静止角錐、底面が一辺4センチの正方形、側面の辺 OA の長さが8センチの静止角錐の高さを求めなさい。疲れてるから絵本読むようなトーンで歌っちゃう。あ、歌っちゃうね。めちゃくちゃやな。もう疲れてるから絵本みたいに文章読んじゃう。底面が4センチで、これ正方形だそうです。はい、正方形だそうですね。で、側面の OA の長さが8センチの静止角錐の高さを求めなさいと。頂点 O から底面に垂線 OH を引くと、H は底面の正方形の対角線 AC の中点であり、求める高さは OH の長さである。はい、まずですけど AH の長さを出します。 AH っていうのはここの長さです。はい、正方形の対角線の中、まあ半分ですね、対角線の半分ってことなんで、これでもまた三平方の定理を使って求めることができます。正方形は対角線90度で交わりますから、ここにね、まあ、どこにでもそうなんですけど直角三角形できますので、これで求めることができるということですけど、そういうことなんですけど、一応このやり方が多分そうだと思ってるんですけど、正方形っていうのは対角線ありますよね。対角線のこの角度って45度になるんですね。90度をちょうど半分にしてますから、だからこの直角三角形っていうのは以前やった45、45、90の直角三角形になります。45度、45度、90度の直角三角形の辺の比は1、1、√2ってなってましたよね。覚えてますか？もう一回書きますよ。ここが45度、ここが45度、ここが90度の場合はこことここの辺は二等辺三角形ですか、一緒で、底辺の長さがルート2になると、そういう比を、以前の授業でやりました。はい、でこれを使います。はい、三角形 ABC は直角二等辺三角形なので、 AB と AC こっちか、 AB と AC こっちでいきますね。こっちの方がいいですね。ここも一応90度、45、45の直角三角形なんでね、こっちの方がいいですね。はい、この AB っていうのと AC っていうのは1対ルート2の関係になりますよね。まあまあこことここみたいな関係ですから、はい、AB っていうのは1だったら AC っていう斜めの底辺は、この底辺はルート2ということです。だから1対ルート2って書いてください。で AC は AB かけるルート2倍ってことですよね。まあ、要するにここの辺の長さをルート2倍したら底辺になるという、こういう位置関係を利用してます。はい、まあ、シンプルにこういうことし、まあ、こう一応辺で求めろって言ってるんでね、従ってるわけですけども、まあ、分かる人はパパッとやってくれていいですからね。ちょっと分かりやすくもう一回図形書き直します。ここに直角三角形を書きます。ここが B で、ここが A で、ここが C だとします。一辺の長さ4センチなので44です。ここの斜めの長さ AC っていうのはここの4のルート2倍である4ルート2であるはずですよね。45、45、90の、直角三角形の辺の比は1、1、√2であるはずなんで、1の部分が4であるならばルート2の部分は、
4倍したルート2に4倍して4ルート2になるはずです。なのでこれは4ルート2ということがわかります。続きまして AH っていうのは色で分けるとこのオレンジ色の部分です。このオレンジ色の部分というのは AC の長さのちょうど半分です。 H というのは AC の中点になっているので半分のはずなので AC の半分、つまり割る2をして求めることができます。 AC の長さは今求めた4ルート2ということが分かってますので、それを2で割って2ルート2ということが分かります。黄色なので見づらいので黒で書き直します。はい、三角形 OAH、 三角形 OAH でこの水色ですね、今 AH の長さが2ルート2って分かりました。それでようやく OAH のね直角三角形で三平方の定理を適用することができます。OA の事情、斜辺の事情は残り2つの辺の事情ということが三平方の定理で分かるので OA の事情イコールAH の事情、今求めた2ルート2ですね、2ルート2の事情で OH、 求めたい OH の事情ということですね。 OH、 OA の事情っていうのはもう8って分かってますから8の事情の64ですよね。ですのでこれ OH 事情にしたら移行して OH 事情イコール斜辺の OA 事情から底辺の事情を引いたものということになりますから、8の事情マイナス2ルート2の事情になります。64-22が4、2が8で8になりますね。ですから 64-8 で56です。はい、ですね、56で OH の事情が56というふうに分かったので両辺に平方根を取りましてプラスマイナスルート56です。プラスマイナスルート56で長さはプラスであるはずですからプラスのルート56、プラスのルート56というのは2ルート14ですから答えは2ルート14センチです。よって求める高さは2ルート14センチということになります。淡々とやったらちょっと間に合いそう。普通によかった。さあこの巨大な問題をやってきます。右の図の直方体に点 B から H まで糸をかけます。え？点 B から H までこういうふうにね赤い線のように糸をかけますね。こういうふうに糸をかけていくわけ。はい、で次の問いに答えなさい。辺 CD、 辺 CD ですね、ここの辺ですね、色を分けると青いとこね、あ消しちゃった、まあ、ここね辺 CD を通って描ける場合とこっちですね、辺 CG を通って描けることもできますよね。はい、糸はこういうふうに辺 CG、 緑色のとこを通って描けることもできますよね、この青色の線みたいにね。はい、辺 CG を通って描ける場合の2通りの描き方で糸の長さがそれぞれ最も短くなるときの糸の様子を右下の展開図に描きなさい、描き入れなさいと言っています。はい、じゃあちょっとやってみたいと思います。まず最初に、CD の間を通る場合ですね、 CD の場合を通る場合、とりあえず点 B というここの点から H というここの点まで糸を引きたいと思ってるだけです。はい、でここにも点 B ありますよね。はい、要するにこの2つの線なんですよ、この糸をかけるパターンっていうのは。めちゃくちゃ簡単でしょ。今回は B から H に糸をかけたい。で、B から H に糸をかける一つのパターンは辺 CD を通るはずですから、この上の赤色の部分はこういうふうに展開図で表すとこのようになるということです。はい、辺 CD 通ってますよね。で続きまして、辺 CG を通ってる、紐、青色の紐ですね。ここの青色の紐を表しますと、もう一つの点 B ですね。もう一つの点 B から H に通ってるこの線となります。皆さんは定規で引いてくださいね。辺 CG っていうのは ここの辺緑色のね辺 CG、 今青色で書いちゃったけどここの辺を通ってるパターンですよね。これ CG ちゃんと通ってます、ここで。はい、ですので今この2つのこの作図が正解ということです。はい、これが最短ということです。最短の距離ということで分かります。はい、
1の2通りの書き方をした時の糸の長さをそれぞれ求めなさいって言ってます。また辺 CD と辺 CG どちらを通って書ける方がより短いと言えるか答えなさいということなんで、このオレンジ色の線の長さと青色の辺の長さを求めていきたいと思います。まずこれ一辺BA の長さは3センチって分かってるので3センチですね。とりあえずこの直角三角形の長さ、直角三角形辺の長さが分かればいいので、次は AD の長さですね。 AD の長さ5センチって分かってます。次は DH の長さですね。 DH の長さ4センチって分かってますから、はい、横に書きますとこれが3センチ、ここ9センチ、これの斜辺を求めればいいというわけなんで、この斜辺の事情は、求めたい事情は、3の事情プラス9の事情である81ということが分かりますので、90ということが分かります。平方根を取ってプラスマイナスのルート90です。はい、長さもでプラスしか取りませんからルート90くくりまして3ルート10ってことが分かります。このオレンジ色の長さは3ルート10ってことがまず分かりました。はい、で続きまして青色の長さを求めていきたいと思います。紫色でいこう。はい、まずこの BF の長さですね。 BF の長さは4センチです。はい、そして FG の長さ、ここの長さですから、この長さは上の5センチと等しいはずです。はい、AD の長さと等しいのでここは5センチです。はい、FG は5センチです。そして GH の長さ、 GH の長さはここの長さなので、 GH の長さ3センチですから3センチということです。はい、ということでさっきとは違う直角三角形になりますから長さが全然違うんですよね。はい、だからこういうふうに最短の距離っていうのを展開してその3辺の定理で分かるってことですね。はい、ではまずこの三角形、青い三角形をね、また書いてみますと、ピッピッピッ、ここが4センチでここが5+3で8ってことが分かります。ここの事情ですね。この斜辺が知りたいわけです。 BH ね。はい、この BH の事情っていうのは縦の事情、そして横の事情の和で出てきますから16+64、つまり80ですね。はい、BH の事情が80ということが分かりましたので BH はプラスマイナスルート80ということが分かります。長さなのでプラスしか取りません。ルート80をくくりまして4ルート5です。はい、4ルート5ですので、とりあえず答え書いていきましょう。 CD を通る糸、オレンジ色の方ですね。オレンジ色の方の長さは3ルート10です。3ルート10センチ、上で書きましたね。この3ルート10センチのここの長さです。辺 CG を通る糸の長さは今求めた4ルート5センチということが分かります。どちらの方が長いのかって言ったらどうなんでしょうね。これどっちが長いのかっていうのを、じゃあここまで求めたけどどっちが長いのか分からないなっていう人のために教えます。こういう場合はですね、全部ルートの中に突っ込んでください。3ルート10っていうのは中に入れるとルート90です。4ルート5っていうものは中に入れるとルート80です。ルート90とルート80っていうのは中身の数だけ比べると90の方が大きいのでルート90の方がでかいということが分かります。ルート90というのは辺 CD の方ですから、辺 CD を通る糸の長さの方が長いということです。今回求めてるのはどっちがより短いかということを言ってるので、ルート80、つまり辺 CG をかける方が短いということが言えます。辺 CG を通ってかける方が短い。かける方が短いと言えるということが分かりました。じゃあ続きまして2番いきます。これありがとう、これ休憩ですね。はい、右の図の一辺が5センチの立方体に点 A から BC を通って、点 A から BC を通って、でででででって BC を通って、
10G までこういうふうにね、糸の長さが最も短くなるように糸をかけました。この時の糸の長さを求めなさいと言ってます。はい、これは結構簡単で、今回糸をかける上で関わっている面だけの展開図を書きます。はい、ちょっと福井弁になったんで言い直します。今回糸をかける上で関わりのある面の部分の展開図だけ書きます。糸が通ってる部分で関わってるのは面 ABCD と面 BFGC だけです。なのでこの2つの面だけを展開図で書いていきます。はい、福井弁出てますよというのあったらコメントしてください。修正しますので、全国の方は全く聞き取れない場合があるので、はい、僕も一度渋谷のマックで初めて東京行った時にハンバーガーくださいとって言った時に何回か聞き直されたんでね、ハンバーガーくださいっていうので多分聞き取れなかったのかなと思って、うん、その時からなるべく標準語を意識してます。これでも、はい、A、B、ここは F ですね。ここ G、この黄色い部分だけをそのピンと張ったって感じですね。はい、で点 A から辺 BC、 ここの辺ですね、ここの辺を通って G まで通らせたいと言ってるわけですから。噛むね、喫音症ですか。はい、こういうこの緑色の長さを求めればいいってわけです。 AD の長さは5センチってことは分かってます。そして DC の長さは5センチって分かってます。で CG って長さは5センチって分かってます。それはそうです、立方体ですから全ての辺は5センチなんですよね。はい、ですのでこの直角三角形の直角三角形で三平方の定理を適用させていきましょう。 AD は5センチ、DG は合計10センチですから、この斜辺の2乗 AG の2乗は5の2乗プラス10の2乗ですから125ですね。ですので AG は AG プラス100、 AG はプラスマイナスルート125です。ちょっとね、今 AG って文字見るとちょっと敏感なんですね。 AGA ってね、あれですから、はい、ちょっとハゲなやつですからね、この気になる年齢ですけども、はい、皆さん大丈夫ですか。 AGA しっかりクリニックで相談しに行くといいと思いますよ。はい、じゃあ行きましょうか。ちょっとね、ヘッドマッサージしながら結構よくしてね、発毛を促しましょうと。ですね、長さなのでプラスですので、くくりまして、5ルート5ですね。5ルート5ということが分かりますので AGAAGAG は5ルート5ですね。はい、ということが分かりました。緑色の部分が5ルート5です。ですので答え5ルート5センチということです。右の図の底面の半径が3センチ、母線の長さが5センチの円錐の体積を求めなさい。円錐の体積を求めるためにはこの高さである AO の長さが必要です。なんか NHK のナレーションみたいなとになっちゃった、なんか自然発見みたいな、白熊の親子はみたいな、どうでもいいけど疲れると NHK のナレーションっぽくなっちゃうんですよ、すいません。はい、NHK のナレーション苦手だって人コメントしていただければ。はい、これはめちゃくちゃ簡単ですよね。 AO の長さを求めるために三角形 ABO という直角三角形を使って三辺の定理を当てはめて AO の長さを求めていきます。斜辺である AB の2乗は BO の2乗プラス AO の2乗ということが分かります。 AB の2乗は5ということが分かっているので5の2乗、 BO の2乗は3ということが分かっているので3の2乗、 AO の2乗は分からないので AO の2乗のままにしておきましょう。移行して形を整理すると AO の2乗イコール5の2乗マイナス3の2乗ということが分かり25マイナス9の
16ということが分かります。 AO の2乗が16ということが分かりましたので、 AO はプラスマイナスのルート16、つまり4ということが分かります。長さはプラスしか取りませんからプラスの4ということで、 AO の長さが4ということが分かりました。はい、高さが分かりましたので円錐の体積を求めていきたいと思います。円錐の体積はここの底面の円の面積かける高さの4センチ、それに3分の1をかけることで出てきます。底面の円は半径3センチですから、円の面積 πr 2乗に代入して、よいしょ、あ、代入して、サザンが 9π ということがわかります。ここの底面の体積、底面の面積は 9π ということが分かりました。その 9π に高さである4をかけて3分の1をかけましょう。3分の1というのは円錐にかかわらず三角錐とか四角錐、錐と書いてあるものの体積を求めるときに必ずかけられるものですから、しっかり覚えておきましょう。はい、ですので、答えは 12π ということが分かります。ですので体積 12π 立方センチメートルと書いてください。次2番いきます。右の図の底面が一辺2センチの正方形、側面の OA の長さが4センチの正四角錐の体積と表面積を求めなさいという問題です。こちらも上の問題と同様体積を求めるので、ここの高さが必要になります。ここの高さを求めるために三角形 OA とここの中心点ですね、この中心点は垂線を下ろしたというか高さを表すということで H という点をつけましょう。三角形 OAH の、直角三角形 OAH に三平方の定理を適用させて OH を出しましょう。そしたら高さが分かるので、その高さを使って先ほどと同様底面積×高さ×3分の1で体積を求めていきましょう。はい、まずは AH の長さを求めるために、AC の長さを使います。はい、この青色の長さ全部の長さは先ほどやった通り、三角形 ABC という直角二等辺三角形を使って出していきます。ちょっと横に書きますけども、三角形 ABC という直角二等辺三角形は45度となってますので、辺の比を表すと1ルート2となっているはずです。今回この1となる部分である AB の辺の長さは2センチです。2センチということが分かっているので、この2センチにルート2倍かけたら AC の長さになることが分かります。なので AC の長さは2ルート2ということになります。 AC の長さは2ルート2センチ。じゃあ AH の長さはどうでしょうか。 AH の長さはこちらのちょうど垂線を引いて垂線と底面との交点が H となっています。ちょうどこの AC という対角線の半分であるはずなので、 AC の対角線2ルート2を2で割ったルート2センチということが分かります。 AH の長さがルート2ということが分かりました。はい、AH っていうのをもう一回書きますと、この緑色の部分の長さです。この緑色の部分が分かったので、三角形 OAH の三平方の定理を使って OH の長さを出してきます。はい、OA の2乗イコール AH の2乗プラス OH の2乗で求めることができますので、 OA の2乗は4の2乗、 AH の2乗は、ルート2の2乗、OH の2乗を知りたいのでそのままにしておきましょう。16イコール2プラス OH の2乗移行して整理すると、 OH 2乗イコール16マイナス2の14ということが分かります。平方根をとってルートの14プラスマイナスの14、長さなのでプラスのルート14ということが分かります。
OH の長さがルート14ということが分かりましたので、高さが分かったということで体積を求めていきます。体積は底面積×高さ ×1/3 です。今回底面積は四角形 ABCD 正方形ですので、一辺の長さ 2× 高さの縦の2で2人が4、底面積は4です。体積は底面積×高さ×水とあるので1/3ですね。今回底面積は4と分かりまして、高さ、まあ、AH ですね、AH、 それを求めたので今ルート14ということが分かります。でそれに1/3をかければ体積が分かります。ですので1/3なんでこの変な台、1/4ルート14ということですね。ちょっともう一回、1/4ルート14っていうのが答えです。これが体積です。はい、長い。続きまして表面積も求めないといけないので頑張ってやります。表面積ですか、表面積ですか、はい、ちょっと一旦この図形消しますね。はい、この図形消しますけど、この図形というか落書きをちょっと一旦消します。はい、表面積を求めるためには底面積と、底面積であるここのね下の部分、ここの部分と、もう一つこの側面の三角形の面積を求める必要があります。側面の三角形の面積は一度求めたらそれが4枚ありますから、それを4倍すれば出てきます。で三角形なんで、三角形の面積を求めるためにはまた高さが必要になってきます。高さがねまた、与えられてないので自分で求めないといけません。高さというのは頂点から底辺に向かって引いた垂線の長さのことを言います。はい、この長さは先ほどと同様 H としておきましょう。はい、この OH の長さを求めるためにまた三平方の定理を使うわけなんですけども、この三角形はここの辺とこの辺が等しい二等辺三角形になってます。二等辺三角形の定理から、頂点から底辺に垂線を引いたとき、その底辺をちょうど二分割するという定理がありましたので、AH のここからここまで長さが1センチということがわかります。HB も同様に1センチということがわかりますね。ですので、ちょっと横に書きますと、ここの斜めの長さが4センチ。で、ここも一応点打ちますね。H と O と A。でここが1センチということが分かりますので、 OH はまずこれ三平方の定理使って OA の二乗イコール AH の二乗プラス OH の二乗ということが分かります。 OA の二乗は4の二乗ですから4の二乗、 AH の二乗は1の二乗、 OH の二乗は分からないので OH の二乗、移行してまとめますと 16-1 となりますから、 OH は、ルートの15ですね。はい、OH はプラスマイナスルート15で、長さなんでプラスしか足らないのでプラスのルート15です。プラスのルート15っていうのが分かりますので、何を求めてたんだっけ、はい、OH の長さが分かりましたから、今からこの赤い部分の三角形 OAB の面積を求めていきます。三角形 OAB の面積は、ちょっと OAB またここに書きますね。ちょっと太っちょになっちゃったね。 OAB の面積は底辺である2に高さである今求めたルート15をかけて割る2です。底辺かける高さ割る2ですから、ルート15ということが分かりますね。はい、これが1枚の三角形の面積です。これが手前で、あとは横横向こう側の4枚あるはずなんで4倍してください。ルート 15×4 で4ルート15ですね。はい、これで側面積が出てきました。ルート15、ルート15、ルート15、ルート15の4枚ですね。それに底辺の4ですね、底辺の面積の4を足せば出てきます。4プラス4ルート15、これが表面積です。
体積のところに書いてあるのは間違いです。今消します。4プラス4ルート15っていうのが表面積ですね、はい、で体積は上で書いた通り3分の4ルート14立方センチということです。こっちも平方センチ、はい、ということですね。はい、かなりむずいね、長いね、はい、じゃあ続きまして最後、がっつり難しいの来そうですけど意外と時間かかりません、はい、じゃあ最後の問題いきたいと思いますけども、右の図の一辺が4センチの立方体ですから全ての辺の長さが等しいですAE の中点、 AE の中点を M、CG の中点、 CG の中点を N としましょうと。まあ一辺4センチなんで AM2 センチ、 ME2 センチ、 NG2 センチ、 CN2 センチってことですね。はい、線分 MN の長さを求めなさい。はい、MN ってどこのことを言ってるのかって言ったらここのことですね。 MN、 ここの長さ、はい、求めていこうと思います。 MN の長さっていうのは一応中点同士を結んでますので、AC の長さと全く一緒なんですよね。わかりますかね。 MN の長さは AC の長さと一緒です。一緒です。なので AC の長さを求めれば MN の長さがわかるってことですね、はい、じゃあ上面の部分をこういうふうに平面的に書いてみます。 A、B、C、D ですね。一辺が4センチですから44と書いておきましょう。今回求めたいのがAC の長さ、この斜めの青色の部分です。はい、4と4ってことが分かってますから、これもう正方形、立方体なんで全ての面は正方形ですから、これ45度45度って分かりますよね。普通に図上でも求めれますけど、そうなると辺の比は1:1√2ということが分かりますので、この斜辺を求めるためには高さもしくは底辺をルート2倍すれば出てくるということなので、底辺高さそれぞれ4ということで、4にルート2をかけた4ルート2ということが分かります。これで AC の長さが4ルート2ということが分かったので、 MA の長さは AC と同じ長さの4ルート2センチということが分かります。はい、続きまして DF 遠いね。黄緑で書きます。見えるかな、ちょっとこれも一旦消して、 DF ここですね、はい、 DF の長さを求めなさいとなってます。 DF の長さは、まあ、この三角形 FHD、 FHD の直角三角形の三本定理でできます。この直角三角形の斜辺ですからね。でそれを見てみると、DF の二乗イコール FH の二乗プラス DH の二乗ってことが分かりますね。はい、DH の二乗は4の二乗って分かってるんですけど、FH は長さ分からないと、はい、FH 長さ分からないんですけど、ありがたいことにこの FH っていう長さっていうのはさっき求めた AC の長さと全く一緒です。この逆向きの対角線ですからね、はい、一緒であるはずです。だから FH っていうのはもう上と同様4ルート2ということが分かりますので、ここに4ルート2って入れてください。ですので DF の二乗イコール32プラス16ということで40ですね。じゃあ48です。ですのでDF イコールプラスマイナスルートの、ちょっとくくっちゃって4ルート3です、はい、マイナスはありえませんからプラスの4ルート3ということになります。ですので答えは4ルート3ということになります。
最後いきます。四角形 DMFN の面積を求めなさい。 DMFN ちょっと全部消しますね。 DMFN ちょっと全部消しちゃおう。 DM あーこの青い部分ね、はいはい、この青い部分の面積を求めなさいって言ってますね。はい、この斜めのね DMFN ですね。これちょっとややこしいですね。この部分の面積を今求めていきます。ちょっと待ってね。はいはい、ちょっとやってきます。このそれぞれのねこの DMFN の長さなんですけど、 DMFN の面積なんですけど、このそれぞれの辺っていうのがこの三角形ですね。この三角形、この三角形の斜辺ですよね。直角三角形の FN っていうのはまずで FG って4で NG って2ですね。42の斜辺ですね。42の斜辺、はい、続きましてね、この向こう側の MEF っていう三角形見てもらうと、この三角形 MEF っていうのも直角三角形で、その斜辺が MF になってます。この三角直角三角形 MEF っていうのも底辺が4で高さ2の直角三角形です。ですので MF と FN っていうのも同じ長さってことが分かると思います。で続きまして MD なんですけども、 MD もこれで見てみると直角三角形ですよね。直角三角形 MAD の斜辺です。この直角三角形 MAD も高さが2で、底辺が4ですから、またこれ同じ長さってことが分かります。大丈夫ですかね、ここからここまで。まあ、M って中点だから2センチっていうのはもう分かってると思うんですけどね、はい、で最後、このねここの直角三角形ですね、これ、辺 DN ですね。最後の DN っていうのもここ各 C が直角の直角三角形になってるわけです。三角形 CDN がね、でここの底辺も4で高さは CN ですから242の直角三角形の斜辺ということが分かるので、この直角この四角形 DMFN っていう四角形は全部辺の長さが等しいんです。はい、全部辺の長さが等しいのでひし形ということが分かります。ひし形なんです。はい、ひし形です。この今から求めようとしている面積はひし形ということが分かります。はい、ひし形の面積の求め方ってまあいろいろありますよ。2つに分けて三角形として求めればいいんですけど、ひし形の面積一つ覚えておいてほしいんですが、縦の対角線と横の対角線かけて2で割ってください。縦の対角線と横の対角線かけて2で割ってください。大丈夫ですか。これでできます。はい、あこれまた書くかということなんで、今回の MFDN の面積を求めるためには対角線の長さが必要ということですね。この DF さっき求めたこれと MN もう一つの対角線これ1番ということなんで、どっちでもいいですよ。こっち MN にしてもこっち DF にしてもいいですけど、この、まあ、要するに MN×DF÷2 ってことですね。 MN は1番の答えですから4ルート2でしょ。で DF も、まあ、DF は4ルート3って分かってますよね。だから4ルート 2×4 ルート3÷2 ってことが分かりますので、4ルート 2×4 ルート 3÷2 ってことで、16ルート 6÷2 ってことなんで8ルート6です。面積なんで平方センチ。
答えは8ルート6平方センチです。いや汚いね、いや汚いね、いろいろとすいません、結構ごちゃごちゃしちゃいました。はい、皆さんなんとか頑張ってやってください。一応解説には沿ってやってますので、はい、ダウンロードした解説見ながらちょっと一緒にやってみると解けると思います。